どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回はありふれた職業で世界最強見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。出たノイント、神の使徒。うん、不要な駒は排除します。ここで初めと戦うの？うわー、神のデクが、いや、どうなるんだろう。いや、マジで今までの戦いの中で最高の戦いになりそうだ。まあね、魔神軍と魔族たちも進軍してるからね、あっちの王国の方に。そっちもまあ心配だけど、そっちはまあユエとかがなんとかしてくれるのかな。まあ、言っても大軍だからね、本気でやらないとっていうところだから。いやー、ちょっと物語の核心に迫ってきたし、もうバトルも本格的になっていきそうだね。あと、なんだ、天の川たちももしかしたら参戦するかもしれないから、雫たちもね。いやー、どういった展開になる。これだよ、これ、これ、オープニングでずっと流れてて気になってたこのシーン、2人のバトル。さあどうなるかな。オート進行。あ、こっちからか。うん、あ、そうだね、一回しずい、すっごい音だ。何、なんか衝撃波みたいな感じ。どうした。あ、結界が破られた。わー、脆くなってたんだ。ん？ティオだ。え？あ、なんか細工施したんだ。うん。あれだよね、魔神族と魔物の大群。いや、だからもう操られちゃったんじゃないの。空間魔法？ん？え？なんで？うん、あいつね。うわー、ゆえが行くの。ふう、ゆえだけ行くの。あっ二人で行くんだ。うん、こっちはリリアナと香織。戦闘タイプは、あ、ティオがいるか。うわー、めっちゃ攻めてきてる。めっちゃ攻めてきてるよ。うい。この中にあの竜がいるのか。あ、来た。ゴミ野郎クソ野郎口が
そうね。誰？お、はじめか。うん。あー、そっか。よし。で、そのまま一緒に戦えばいいけどね。ドラゴンだし、やっぱはじめと、ん？うわぁ！強！これはちょっと、やばいね。フリードだっけか？あの、白鱗使いって。名前。あ、来た！よち。あの、火山のこと言ってる？いやぁ、ここで、すごいね、ゆえと視野が、相手するんだ。なんか初めてのパターンだね。こうやって、はじめと離れて戦う。二チームに分かれて。うん、こいつははじめが相手すんのかと思ってたよ。うん。いやー、頼りになるよ。お！うん。くぅー。いやー、この、かっこいいね。ゆえ、うわ、空間魔法で飛ばしたのかな、あれ、フリードが打ってきたやつを。あ、余裕だよ、こっちは余裕。でもね、あははははは、うん、何？フリードの相手はもうゆえね、1対1だ。おお、いや、視野だって強いよ。ああ、うん、そっちの方がいいような気がする。うわ、でも相手多いね。なんでそんなに都人族のこと嫌ってんの？うん、ああ、はじめが、はじめがやったあの人ね、カトレアだ。ああ、そうだったのか。うん、シア、確かにその通りだ。うん、視野。なんかちょっと初めっぽいんだけど言ってることが。さすが初めの仲間だね。うん、いけ、視野。おーい、いや、でもね、視野ね、遠距離できるんだよ。うん。お、指輪使った。え？ちょっと待って。これは初めての技だね。うわぁ。うわぁ、強烈。さあ、どうする？これはちょっと。
視野には効かないらしい。ん？おお やるね。あ、ずるい。石化だ。え、すごい。めっちゃ強くなってるじゃん、視野。さあ。うわ、避けてるよ。避けられるもんなら避けてるよ。強い。ウサ耳少女。いや、やるねえ。視野。くー。いいね。どうだ。勝負あったみたいだね。いやー、強いね、視野。なんか、初めたちと一緒にいると、際立っては見えないけど、やっぱ、単体だと、強いね。そうか。いや、本当に、初めはね、初めって最初出会った時はね、あんなに、チャランポランだったのにね。来たよ、言え。チームの中で初めの次に強いからね。はい。このゆえのね、この重力の技がすごいかっこいいんだよ。ほっ。なんだこれは。え、食べたけど。何あいつ。うわ。ちょっと敵多すぎない？一人だよ、こっち。アブソド。あいつも雷属性なんだ。あの亀も。なになになに？五電流って言ったけど。わあ、五つの流だ。これ、オルクス大迷宮で戦ってなかった？この流みたいなのと。かっこいい！カメやられたわ。ああ、属性5つ。これやっぱ戦ったやつじゃない？違うかな？ああ、結構使うか。魔力。なあ。詠唱してるよ、めっちゃ長いの。進展。え、仲間ごと。え、ゆえ。大丈夫？かあ、これは強烈だ。ゆえ、耐えたか。寝台魔法か、やっぱ今の。うわ、ゆえ、
え、どういうこと。なになになにこれ。ゆえ、くわ、何したの。ゆえ再生したんだ自分で。で、なんでフリートたちはダメージ負ってんの。それは普通に攻撃したの、ゆえが。うわぁ、また逃げんの。ちょっと君さ、不意打ちしてきたりさ、逃げたりさ、うわ。よっぽど視野の相手した魔人族の方が潔いよ。逃げたよ。ガーもう圧勝だったよ。でもゆえすごい。あ、来た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 、はじめ。うん、あ、まだ愛ちゃん先生を持っているんだね。攻撃できないね、それじゃあね。ここはやばそうだ。うん、うん。効かない。これはただものではないよね。お、来た来たよ。さすがに神の使徒でもこんな武器は見たことないでしょう。うん、そうだよ。あ、この人に言わせた。強すぎるってよ。うん、ああ、そうなんだ。ノイント、うわあ、でしのいでる感じ。おお。え？何？歌が聞こえる。聖歌みたいな感じ？なんだろう。え？うわー、なーにー、イシタル。うん、それはそれで割り切ってるってこと？うん、そうなんだ、エヒト様。どういう存在なんだろうね、エヒトってね。うん、そうか、初めからしたらね。
何それ、主ってエヒト様のことでしょ。うん、うわー、いきなりくー、うわ、やばい、強烈、うん、あ、来た、ティオ、あー、お、すごいね、ティオ、ノインと相手に神の使徒だよ。やっぱ強いんだ、ティオも。ドラゴンだもんね。うん。うん。ほんとだ。よし。うん。もう、アイちゃん先生が一番ヒロインに見えるよ。いや、こっから本気のバトルか。どうなる？でも、はじめさ、今、あの、歌のせいでちょっと弱体化してんだよね。あ、終わりか。早え。あ、やっぱ、すごいな。本格的になってきてる。面白くなってきたぞ。このアニメも。いいね。ラストに向かってる感じ。仲間がね、一人一人戦うっていうのはそういうことだよね。いや、視野は良かった。めちゃくちゃ。初めて会った時の頃を思い返すとね、本当に頑張ったなって。なんか途中で、香りの回か。香りの時に視野を例に挙げてたけど、本当よく頑張ったよね。必死に食らいついてきて。それが今もう、敵からは化け物と呼ばれるぐらい強くなっているという。いや、素晴らしいね。そしてユエも。だってユエが相手したクリードって前回初めが相手してるからね。ってことはもう敵軍の中で、魔人族の中でのもうトップだから、ほぼね、あのもっと上がいるっぽいけど、幹部だっけか、クリードは忘れたけど、それぐらいあのやつ相手にもうあれは圧勝だよ。すごいね。てかゆえのあの再生の技はなんだ、あれどういう仕組みであの再生まで持ってたんだろう。あ、神の使徒ってもうノイントのことじゃないか。いや、次回ははじめとノイントの戦闘、ここがメインで描かれるのかな。いや、めっちゃ楽しみだね。はい、ということで今回も同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとかこの動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。